はい、じゃあ今日は前日ですが、はい、今の率直なお気持ち、心境をお聞かせください。もう試合に当然勝つんですけど、そのことよりも、今月入ってから特にですね、週に4回、きつい練習に、耐えてきたんで、そっちの方が、どちらかというと僕にとっては、大げさに言えば、今後の人生にとってものすごい大きなことかと思ってます。まあ、ただね、今日練習終わりましたけど試合まだ終わってないんで、明日は間違いなく勝ちますけども、もうドローの勝者扱いではなくて完全な勝ち、しかもこの右ストレートで、右のクロスを合わせてですね、バチコーンと、できたら KO します。よろしくお願いします。